皆さんこんにちは、加藤彩奈です。もうすぐバレンタインデーです。イエーイ。チータに隠れてバレンタインチョコを作ろうと思ったんですけど、チータが休みなので隣にいるので堂々と作っていきます。って言ってもチータのチョコケーキとかそういうのあんま好きじゃないじゃん、うん、普通のチョコレートが好きなんで、めちゃ簡単なバレンタインのチョコを作っていきます。ちなみにこれはあのお菓子屋さんで買ってきました。フルーツのこれラズベリーとマンゴーの味にちょっと上に最後に散らす可愛いやつで、これタルトで、クーベルダブレットラクテのミルクです。ただ溶かすだけかいって感じやろいや隠れてやったけそれっぽくなるかなと思ったら、チータに 丸バレじゃけさ、ちょっと手抜いてるのがバレるわ。先にこのチョコを溶かしていくんですけど、大きい板チョコの場合は先に割ってからジップロックに入れてください。じゃあこれを入れていきます。もうほぼできたよ、これで。そんな簡単なのほぼできたよ。え、そうじゃないの？これ湯煎するだけで、ここでお湯を沸かしてブクブク言ってきたら、このチョコレートを入れてください。で、溶かしてどうするの？これ溶かしてこの型に入れるだけですよ。すいません。あ、すげえ手抜きいいじゃん。いや、本当なんかな、作ろうと思ったんよ。でもこのタルトの型を見て、あ、かわいいけ、もういいよこれでと思って。十分かわいいじゃん。あと 20分で学校の授業が始まるんで、オンラインの時間がなかったよ、あんまり。で、入れます。あ、もう溶けてきおるわ。それで電子レンジでチンしたらもっと早いんじゃないの？いや、でも湯煎の方がさ、なんか前レンジでなんか溶かした時にさ固まったりしたとこがあったけど、多分湯煎の方が綺麗だと思う、普通に。すごい。あー、嬉しい。簡単に溶けるわ。もう今年は舞台とか今2月中ないけ、誰にもバレンタインもらえんな。いつも仕事場の女の子にチョコレートもらってたけど。最高何個チョコもらった、人生で？最高、うん、すっげえもらった時、あのドリフターズの全盛の頃、うん、ダンボール箱でなんか10パックとか20パックとか。めっちゃいいじゃん。でもファンの人とかも送ってくれたりするじゃん、たまに。うん、え、その時一緒に食べたもんな。で、ちっちゃく端っこに切り込みを入れて、入れます、入れます。こうやって中に入れていきます。これなんかチョコが美味しかったら美味しいよ、このお菓子。あー、後ろの方からチョコ溶けとる。お菓子作りめっちゃ苦手ないの、作ったことないし。付き合って初めの頃よく作ってくれたよな。え、嘘。くれたじゃねえか。あげたわ。付き合った時にあげてさ、ちーたんがすごい美味しかったって言ってくれてさ、うん、嬉しいなと思ってたらさ、家行った時に食べずに冷蔵庫に入っちゃったよいや、大事だ、取っといて。食べたって嘘ついたんだ。これ固めて、これは固めて板チョコとかにしよう。それで出来上がり？はい、出来上がり。ちょっと待って、これで出来上がりだと思うじゃん。一手間ですよ。この赤と黄色綺麗。じゃあこれに散らしていきます。これってさ、ちょ、分からんんだけど、これって溶けた後にのせる、このままのせていいんかな。完成です。チョコレートがバラバラです。これを
冷やします。じゃあちょっと授業中にこれ冷やしときます。で授業終わったらちょっとこれチェックします。うん、ということで、じゃあこれを一回冷蔵庫に冷やしていきたいと思います。はい、出来上がりました。固まりました。かわいい、美味しそうです。ちーたんにプレゼントしたいと思います。はい、ちーたん、はい、ハッピーバレンタインです。大好きよ、ちーたん。なんか染みついてる、ここ。こぼしたんか、さっき。うん、ご飯こぼした。見えない。食べるよ。うん、食べて。硬すぎとるじゃん。いや、ちょっと授業が長かったけど、ちょっとカチカチにすぎたんや。4時間ぐらい冷やしとったっけ。チョコレート食えねえの最高。うん。硬い。歯折れたら最悪じゃん。うん。あーあーあああ。もう少し、じゃあもう少し柔らかくなって食べよっか。うん。ちーたんいつもありがとう。はい、アイラブチー、大好きチー、アイラブチー。なんで戻すんや、そこに。なんで戻すんや。模様がちゃんとあるから。はい、余ったチョコレートでちーたんが食べやすいように板チョコにしました。これならすごくさっくり食べやすいです。では皆さん、素敵なバレンタインデーを。また来週。バイバーイ。